おはぴよー、どうもひなぴよです。それでは本日も絶望プリズン続きやっていきましょう。前回は第1章が終わったんですよね。この翼くんが襲われたパート、なんていうの、わかんないが終わったので、でも終わってないのか。最後になんか黒い記憶っていうのがあるね。じゃあこれを見るところから始めましょうか。よし、始めていきましょう。カチッとな。はい、進みます。浄化されたドッペルゲンガーは光となって消えていった。クレリティッチ浄化が完了です。これでヨシミネ・ルイは絶望から解放されて救われた。もうドッペルゲンガーに殺されることはなくなったぜ。なんだか人を救ったという実感がないですね。おー、固まりましたね。あ、びっくりじゃ。確かにな。まあ、とにかく一件落着ってわけだ。よくドッペルゲンガーの正体を暴いたな。お疲れさん。それでは、約束通り、報酬をお渡しします。報酬ってことは、信之くんの記憶が戻るんですか？はい。準備はいいな。うん。じゃあ行くぜ。パチン。何、叩かれたの？ああ、違った。指の音が鳴った途端、俺は急にめまいがして、その場に倒れ込んでしまった。おう。パチパチパチ、燃えてるね。あれは、火？熱い。苦しい。あ、これ子供じゃないな。助けて。みんな、大丈夫？早く、助けて。あー、ライン。こんなシリアスな展開の時。このままだと、俺たち。そんな。今助けるから。ダメだ。火が強すぎて、助けられない。どうすれば。そうだ。待ってて。すぐ、助けを呼んでくるから。早く、助けを。呼ばないと、みんなが、死んじゃう。これが俺の記憶？じゃあ俺の手にある火傷の跡はこの時に。おお、なるほど。はい、進むか。多分助からなかったんだろうね。見殺しにしちゃったって感じなのかしら。ここは？やっと起きたの？アブさん？あれ、どうして俺はバーにいるんだ？あんたは絶望プリズンから戻ってきたんだよ。戻ってきた？そうだ。確か俺は絶望プリズンで気を失って。おぉ、信之くん、やっと目を覚ましたんですね。遅えよ。シロ、キスケ？あ、呼び捨てだったんですね。あ、そうだったんですね。くんじゃなかったっけ？お前、大丈夫か？全然目を覚まさなかったんだぞ。心配したんですよ。それで、記憶は戻ったのか？一部だけだけど。なるほど。一度で全て思い出せるわけではないんですね。そうみたい。そういえば、ルイ君はどうなったの？彼のことなら心配しなくて大丈夫。
本物の彼もこっちに戻ってきていると思うわ。そういえば気になっていたんですが、僕らがドッペルゲンガーを退治する前、ルイ君本人はどこにいたんですか？それ気になるね。私も気になってた。捕まってんだと思ってた。ドッペルゲンガーが生まれると本人は絶望プリズンに閉じ込められてしまうの。あ、そうなんだね。絶望プリズン、牢獄ってことか。そういうこと。まあ簡単に言えば、ドッペルゲンガーと本人が入れ替わって生活するといった感じかしら。じゃあ調査をしている時に見たルイはすでにドッペルゲンガーの方だったんだな。そうですね。ガチャ。お、誰です？あ、ルイ、ルイくん、ルイちゃんになってるじゃん。かわいいんだけど。あのすみません。ん？あら、いらっしゃい。お、かわいい子じゃん。あ、みんなやっぱりここにいた。え、どうして僕たちのことを。この声ってまさかお前ルイか？うん、そうだよ。そうですよね、ですよね。あれ、だってさ、髪伸びた？いや、隠してただけなのかしら。どうかな。ヨシミネ・ルイ、ドッペルゲンガーが浄化され本当の自分をさらけ出した。男の子の格好をしていた頃とは全くの別人だ。実は男の子であるということを忘れてしまうくらい可愛さにあふれている。ルイ君と話すときは少し緊張する。待って、めっちゃ可愛いんだけど。いや、可愛いんだけど。いや、メイクも覚えちゃって。ちょっといいっすね。いいっすねって変態みたい。なんていうか、その少し驚いたと言いますか、普通に女の子だな。私これからは自分らしく生きてくって決めたの。だから洋服も着たい服を着るんだ。学校もその格好で行くの？うん、最初はいろいろ言われるかもだし少し不安だけど、もう本当の自分を隠すのは嫌だから。そっか。あ、いいこと思いつきました。ルイ君もオカルト部に入部したらどうでしょうか？え？いきなりどうしたんだよ、シロ。僕たちと一緒にいれば不安も少し和らぐんじゃないかと思って。なるほど、それはいいアイディアだな。ちょっとごめんなさい、ミュートにしますね。今ね、ちょうど台風の時期なんでね、みんな大丈夫ですかっていう LINE をしてくれました。嬉しい、大丈夫です。まだパソコンが生きているということは停電もしていません。いや、でも本当に怖いね。あれ、これ読んだっけ。まあいいや。可愛い子が部員になるのはテンション上がるし。お前、見た目が可愛いけりゃ何でもいいのか。おい。いや、いいけどさ。どうでしょう。ありがとう。私オカルト部に入ろうかな。おー、これで記念すべき部員4人目ですね。ということでこちらを。これは？オカルト部のバッジです。これをつければもうオカルト部の仲間ですよ。シロ君、これ常に持ち歩いてんのかね。何個持ってんだろうね。仲間、これからよろしくお願いしますね、ルイ君。よろしくね、ルイちゃん。みんな本当にありがとう。あら、いいね、よかった。なんかもうね、個性だよ君の。あれから数日が経った。ルイ君は女の子の姿で生活するようになった。いや、もう本当に可愛いね。かわいい。きょどるね。こりゃかわいいね。なんかじっくり見入っちゃったね。はじめは不安そうにしていたけど今では堂々としている。
そういえば被害者だった翼くんについてだが、すっかり怪我も治って学園生活に戻っていた。あれ、口をこう縫われた跡とかは大丈夫なのかね。口元にブツブツできちゃいそうでちょっと嫌だけどね。しかし不思議なことに、彼は事件に関することは何も覚えていなかった。ということは、じゃあルイ君が翼くんのことを好きだったっていうことも覚えてないってことかな。どうなんだろう。おー、あー、本当だ。ルイ君が自分を好きだったことや、それをバラそうとしていたことも、事件に関する記憶は綺麗に抜け落ちているみたいだった。これについては理由はよく分かっていないが、猫彦たちによると、これもドッペルゲンガーを退治した影響らしい。なるほど。ドッペルゲンガーを無事に退治することができれば、そのドッペルゲンガーがやってきた事件とかの記憶も全部ちゃんと消えるってことなんだね。なるほどね。ある日の朝。おはよう。よう、信行。ああ、信行くん、おはようございます。やっと来ましたね。信行くんが来るのを待ってたんですよ。え、どうかしたの？これを見てください。そう言うと、シローはレポート用紙を取り出した。すごい、何これ、ぎっしり文字が書かれてる。タイトルはドッペルゲンガーと絶望プリズンの謎について。これどうしたの？いやー、それがですね、絶望プリズンのことがずっと頭から離れなくて、いろいろと自分なりにまとめてみたんです。そうなんだ。それにしても、だらんだらなったな今口。それにしても、あれは本当にすごい体験でしたね。絶望プリズンに連れて行かれた時はかなり驚きましたよ。ねえ、キスケくん。キスケくん、あ、もしかして驚きすぎて記憶が飛んでしまったんですか？そんなわけないだろ。ちゃんと覚えてるよ。え、どうしたの？覚えてる？本当に覚えてる？ですよね。あんな強烈な体験忘れるはずないですよね。ああ、はあ、早く次のドッペルゲンガーの事件が起きませんかね。そうだね、早く次のドッペルゲンガーを見つけなくちゃ。そうすれば俺の記憶も。そういえばキスケくん、先ほど先生が職員室に来るように言ってましたよ。え、マジかよ。なんか進路調査表を出してないとかなんとか言ってましたけど。やっべー、忘れてた。実は僕も忘れてたので一緒に出しに行きましょう。お前もかよ。それでは信行くん、我々は少し職員室に行ってきますね。うん、コツコツコツ。なんだかんだオカルト部のメンバーとも仲良くなってきたな俺。はあ、おはよう。ルイ君、おはよう。ってどうしたの？かなり眠そうだけど寝不足？うん、もうすぐテストだし遅くまで勉強してたの。もっと早く寝とけばよかった。いい、なんすか？あー、また忘れた。うさぎちゃんの声どんな感じだったっけ。忘れたけど、まあ、いっか。レペゼン宇宙の動画見た？森園うさぎ、ヒエラルキー高めの女子グループのリーダーの一人。思ったことをすぐ口に出すタイプで、その言葉に傷つけられることもしばしば。正直苦手なタイプだ。うわー、ちょっとルイ君のこと傷つけんなよ、おい。あー、猫脇まちちゃんの声だった気がすんな。ちょっと待って、ここ二人ちょっと難しいね。ちょっと確認します。悔しい。見た見た、マジ超笑ったよ。猫脇まち、ローラースケートを履いた小柄な女の子。
元気な性格でとにかく明るい。ヒエラルキー高めの女子グループに入っている。あまり変なことは言わないようにしよう。出た。ちょっとね、変えようかなと思ってたんだよ、喋り方を。ボーカルのフェイ君、超格好スだったんだけど。細山アリス、ちょっとだけぽっちゃりとした女の子。色黒に濃ゆいメイクをした、いわゆるギャルだ。最近ハマっているものはタピオカ。毎日少なくとも3つは飲んでいるらしい。明らかにカロリーオーバーだ。カロリーオーバーな体してますもんね。白川あんちゃん、そうか。今度ゼップでライブあるらしいよ。白川あん、少し気のつつ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 つで、もう噛みすぎ。少し気の強そうな女の子で、おそらくクラスの中心的グループの一員だろう。口調や態度も荒く、少しわがままそうだ。美人なのにもったいない。うん、美人だよねこの子。すんげえ可愛い。行きたい。河原美香子、おどおどした性格の女の子。おどおどしてたの？おどおどしてる感じ全然しなかったけどね。なんか白川アンとは幼馴染で、いつもアンの後ろにくっついている。教室ではいつもニコニコ笑っている。あー、だからなんかこんな顔が汚れてるのかしら。頭に葉っぱずっとついてるし。あの子たち声が大きいな。まあどこのクラスにもいるヒエラルキー高めのグループかな。ねえねえ、これ見て、新しいヘアピン買ったんだけど、可愛くね？わあ、ほんとだ、可愛い。ふふん、でしょ。確かにあんたにしてはいいチョイスじゃん。ねえ、それちょっと返してよ。なーに？私に貸すのがそんなに嫌なわけ？そういうわけじゃないけど。あ、なんかいつもの喋り方に戻っちゃったな。まあ、いっか。前に貸したイヤリングもまだ返してもらってないなーなんて。はぁ？何細かいこと言ってんの？でも。なるほどね。なんか、細山ちゃんが結構強そうなイメージだったけど、うさぎちゃんが一番強いのかな？やだなぁ。返すのが少し遅れてるだけじゃんよ。それにうちら友達なんだし、物をシェアするなんて当たり前だろ。そうだよね。うちら友達だもんね。それじゃあ、はい、これ。ありがとう。さすがアリス。優しい。ほら、どう？うさぎちゃん、よく似合ってる。ほんとだ！さすがうさぎ！マジ？うちもこのヘアピン見たとき可愛くてビビッときたんだよね。へぇ。ねえ、来週までこのヘアピン私に貸してよ。来週？そんなに？うちだってまだそんなにつけてないのに。いいじゃん、友達なんだし。うちらの友情はそんなもんですか？わ、嫌いだわ。別にヘアピンぐらい貸してやればいいじゃん。そうだよ、アリスちゃん。あ、まちちゃんはきっとうさぎちゃんのことそんなによく思ってないんだろうな。うん、わかった。まあ、うちらマジ友だしね。ファンキュー。相変わらずアリス優しい。なんかすごいね、あの子たち。信之くん、し。あんまり大きな声で言うと彼女たちに聞こえちゃうよ。もし変に思われたら、今度は信之くんが目をつけられちゃうから。かも。目をつけられちゃうかも。目をつけられる？どういうこと？実はあまり大きな声では言えないけど、彼女たちはなんというか、少し仲間意識が強すぎるんだよね。はあ。だからたまに標的を作って、グループみんなで、もしかしていじめとか？しっ。
だから聞こえちゃうってば。ごめんごめん。彼女たちが原因で学校来なくなった子もいるし。そうなの？うん、もう結構長い間学校には来てないみたいなんだ。あと噂で聞いたんだけど、なんか自殺しちゃったらしいの。え、本当？私も人から聞いただけだけど、結構みんな噂してたから信憑性は高いと思うけど。そうなんだ。だから信行くんもあの子たちには気をつけなくちゃだからね。うん、ありがとう。おー、チャイムですね。じゃあ待って、今回はそのグループからちょっと事件が起きそうですね。あ、チャイム鳴ったよ。席に着かなくちゃ。うん。そして放課後。さてさて、今日のオカルト部の活動はどうしましょうか。シロウくん、今日からテスト期間で部活は中止だよ。そうなんですか。テスト期間は部活中止だなんて初めて知りました。1年の頃からずっとだろ、なんで知らねえんだよ。しかしまたドッペルゲンガーの事件が起きたらどうするんですか。僕たちはいつでも対処できるように待機しておかないと。そんなこと言って、ただテスト勉強したくないだけだろ。そんなわけないじゃないですか。図星だな。シロウが何かごまかす時の癖が出てるぜ。癖？シロウがピアスを触ってる時は嘘をついてる時なんだ。覚えておくと便利だぜ。へえ、そうなんだ。キスケ君、変なこと教えないでくださいよ。その時だった。ピロン、なんだ？ん？突然なんでしょう。クラスの SNS グループに動画が送られてきたな。え？何これ？これはピエロ。誰から送られてきたの？何？謎のピエロって感じだったよね、声ね。どうすっかな。これはお前たちへの復讐だ。なんだこの動画。どうやらこの校舎の屋上のようですが。復讐って言ったよね。確かにそう聞こえましたね。このピエロの奥を見て、誰か縛られてない？これウサギちゃんじゃない？本当ですね。これは一体何？この動画。うわ、このピエロキモ。え？この縛られてるのってウサギ？まさか。早く屋上に行かなくちゃ。あんちゃん仲間思いですね。僕たちも追いかけましょう。ああ、屋上に急ぐぞ。うん。おお。ガチャ。どうしようかな。ちょっといいところですけど、時間がいい感じなんですよ。なので、今日はこれで終わりたいと思います。意地悪でしょ？ご視聴ありがとうございました。うさぎちゃんが、じゃあ今度は何かの事件に巻き込まれているってことですかね。楽しみだね。うさぎちゃんなんかあんまり性格良さそうじゃないんで、まあ制裁与えられても仕方ないのかなって今のところは思っちゃってますね。ということで、ご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。おつぴよです。